食べないですか。食べないのどうしよう。食べないと欲しいものもないし、逃げるし。どうしたらいいんだよ。はい。はい、じゃあちょっと出てきて。おいで。すっごい気持ちいい。あ、ダメダメダメ。ダメ噛んだら。よくした方がいいかも。すごい警戒してる。じゃあ、噛んだらダメ。ね。いつも来ないよね。ああ。怒ってくる。めっちゃ怒ってる。プーさん食べないからじゃん。なんで？結局さ、昨日は1回分食べただけで、昨日病院から帰って薬だけ飲ませてたから、ね、あ、出てきた。それもお腹の感じに1回分やっと食べたってことですね。はい、じゃあちょっと身体検査しよう。はい、じゃあ、はい、身体検査、身体検査。普通なソーブリをしてた。ご飯に用意されたら。うん。じゃあ帰ってく前なんかすごい帰ってく日とその前の日か急にすごい食べ出したんだよね。神経症状っぽいような、なんかいつ変わった動きはないですか？いないです。いないですか？うん、じゃあちょっとブルブル震えてる。そうそう、今日さっき電話したとか、指がこんな。足の後ろ。心臓ボクボクしてる。ねえ、ちょっと下の色白いみたいなのか。はい、うん、はい、わかりました。それじゃあね、今からね、今流動食作ってるからと一緒に薬をやります。薬は あるできました。 あるんです。そっち一応預かります。とりあえず今この子の薬は高島君、これスーちゃんの薬はこっちありますか？ありますか？あると思います。これの朝あげて全然食べない。薬と薬がかかってます。これは夜っていうか、その後あげる分と、うん、あ、そっか、今日夜捨てといて、うん、今日の夜分ってこと？夜分です。で、朝分はあるんですか？一日分は、はい、何食べないの？
シャンジャン行ったね。これ来るでしょ。このちっちゃいのが2つあるけど。ブレシャミドじゃないの。なんでこれだけ2つあるの。今度から1つにしますって言って。このあのビクタス。あ、そうか、ビクタスか。ビクタス。そんでいいんだから。ごめんなさい。消耗してるから。はい、左スタートして。